皆さんこんにちは、今サンタモニカビーチに来ていますね、今日は、10月の20日ということで、明日はねいよいよサンディエゴに向かうんですが、今日はね、サンディエゴのステージを前に、ちょっとね行ってみたかったこのサンタモニカのね、ビーチに来ています。まあ18日のねコンサートがキャンセルになりまして、まあ、あのあとねいろいろ考えることもありましたが、気持ちをね切り替えて、今日は、サンタモニカのビーチに来てます。今日はね非常に暑いんですよ。もう気温は30度以上になってまして、もう真夏日なんですけれども、分かりますかこれ、空がねすごく青いですし、見えますかねこの素晴らしい景色というかね、まあそんな感じで、今日はねもう本当にリフレッシュして、まあ明日に備えたいなと思います。これからね、またちょっとこのビーチをね散策しながら、時間を過ごしてね明日に向けて頑張りたいなと思います。もう本当ね今日は空が何せ青くて、もう素晴らしい日和です、ロサンゼルスね。それでは皆さんまたお会いしましょう。としかずまるのでした。